皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介します。紹介してくれるのはいつもの岡くんです。いつもの岡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、ついにやってまいりました、新型ゴースト。ゴースト新しい、はい、大阪店も初入庫です。それをなんと今回、はい、最速でカスタマイズしちゃうという。そうです。まあローダウンホイールだけなんですけど、でもパリッと仕上げさせてもらいました。まあ、ちょっと車も新しいですし、まあ、カスタムも最速ですし、そうですね、それより何よりすごいのがオーナー様という。そうです。もうなんか最近すごい勢いでロールスを買ってますすごい勢いでレイス、ゴースト、なんかブラックバッジで突然これを。ロールスロイスコレクターかのように。もうそうですね。なんかカスタムしてる時に急に LINE でパーンってきて、買いました。嘘でしょそういうタイミング。嘘でしょ、え、これ買ったんですかって、はい、そして今回の紹介は、はい、これ割と面白おかしくいじっていいよっていう風に。そうです、まあ、オーナーさんそんなんを乗ってるすごいこわもてな方なんですけど、ボンドチャンネルの大ファンでツッチーのファンで、ありがとうございます。昨日おとといも LINE でツッチーが来ましたって写真を送ったら、近所の人に YouTube 出てるのバレた人だって返事が来たんで、最後でございます。もうヘビーユーザーでございます、はい、ちょっとじゃあお言葉に甘えて、ちょっと正直レビューで、はい、そうですね、はい、で、まあ、車新しいんですけど、はい、本当に見ない、まだ全然まだ見ないですね。もうディーラーで飾ってるなぐらいですね。まだ一部ではなんか納車が進んでるらしいんですけど、そうですね、東京の方でもちょこちょこ始まっててって感じです。ほとんど街中でも見ない。見ないですね。まだカリナンとかの方がちょこちょこ見るかなって、うんうんうん。で、正直、もう早速正直言っちゃうと、はい、これ、雑誌のその写真とか、はい、動画で見たときは、こう、うわ、かっこいいっていうよりも、お、そうきたかっていうなんかすごいなーが勝っちゃった感じ、うん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 、ちょっとかっこよさよりはっていう、うん、ちょっとガラッと変えてきたなっていう、こう、ちょっとモダンになったなっていう。結構今までの、ね、ヘッドライトとかすごいシャープになったんで、だいぶイメージは変わったかなって。ただ、これ実写見ると全然すごいかっこいい。これは、はい、もう炎上するかもしれないですけど、ツッチはロビンマスクって言ってましたからねちょっと僕ないでもなんか、まあ、分からんくもないですいやでも僕もツッチと一緒で、雑誌とかネットで見た時にあーっていう感じだった。 なるよね、なるよね、うん、なんか前のんがなんかね、すごい見慣れてたのもあるんです、うんうんうん。検証見るとこれかっこいいな。ちょっと前方はちょっとクラシカルな印象っていうか、ちょっとそれをこう引き継いでる感じだったんですけど、はい、急に近代的になったなっていうですね。でもなんかまあロールスの良さも残しつつというか。ただこれ実写見るとこの雰囲気とこの大きさ、はい、そうですね。でなんか調べたら先代より長さも9センチぐらい大きくなって、幅も3センチぐらい大きくなってるっていう。もううちの席車乗りませんだからこれちょっと写真動画で、はい、あれどうなんだろうって思ってる方は絶対実車を見ていただきたい。そうですね、ちょっと大きさが今まで入ってた駐車場に普通に入んなくなると思うんで、ちょっと実車かなりかっこいいですね。そうですね。で細かく見ていくとかなりこう、はい、全体的なイメージは踏襲しつつ、ちょっとこのボンネットのこの辺だったりはだいぶ作りが変わってて、ね、結構すっきりしましたもんね。もともとここにね、プレスラインじゃない、プレスラインというか、パネルで別だったからね、はい、そうですね。だから気になるのがこれどうやってボンネット開くんだろうっていうのも、ちょっと撮影前にちょっといろいろああでもないこうでもないやってましたけどこれボンネットにこう穴が開いてる感じなんで、だからどうなんですかね、こうボンネット開けてここだけ抜けて、ね、ちょっと開けてみますか。じゃあエクスタシーだけちょっと開けてみましょう。さあ、どういう動きをするんでしょうか。 BMW、 おー、どっか行きましたね。はい、いなくなりましたBMW 系列恒例の2階引き、はい、2階焼け、2階引きをするとミニとかも一緒ですね。格納されてこのフードに穴が開いてるというですね。だからもう先代からするとだいぶこの辺ガラッと変えてきたなっていう。そうですよね。しかもなんかすごいずっとずっといてるんですね。ずっといてるって言ったら渡されるわけじゃなくて、ね、そうそうそう、絶妙な感じで格納されるという。で、その先にあるのがやってまいりました、はい、ロールスロイスの V12 エンジン 6.75 リッター、はい、もう今時こんなね、すごい自動車税が世間の方向とこう逆行するそうそうそう、大排気量もうなんか、ね、1.5 リッターターボとか2リッターターボとかなのに6.75 リッター NA ですからね。もうちょっとエンジンも贅沢の極み。そうですね、とてつもないエンジン。ロールスロイスは、ね、低
行機乗ってエンジン見てロールスロイスって書いてたらテンション上がるのと一緒か。わあロールスだ。あ青で書いてあるんですよね。そうでも同じね、もうその BMW と共通のシャシーとか使っててもやっぱエンジンはロールスなんで、はあ、やっぱりちょっと特別感が。そうですよね、桁外れです。そして気になるのはこれ閉めるとどうなるのかちょっと見てみたいと思います。そうですね、この人がどうなるかですね。この人がじゃあちょっと閉めさせてもらいます。えい、はい、はい、おお蓋が閉まった。帰ってきました。これ出てこない、出てこない、出っ放しにならないんだね。あれなのかな、こうメカがこう整備した後はこう出す必要がないから。ああそうなんですかね。ってことまさかオーナーさんが開ける車ではないので、まあまあそうですね。ロールスロイスってなんか故障しませんっていう、知ってます？それは都市伝説。都市伝説。あ、砂漠で故障したら新しいロールスロイスがヘリコプターで届いたってやつ。で後でお礼を言うとなかったことにされてる。そうそうそう、そんなサービスやってませんって言われる。でこれやっぱりエンジンかけても出てこないという。いやもうメーターで出してあげないと。なるほど、こうです。ああなるほどなるほどなるほど。こんな誰得情報なんですけども、こんな仕様になってるみたいです。ちょっとオーナーさんはまあ自分でボンネット開けないと思うんですけど、開けて閉めると出さない感じですね。確かに。へえ、確かにこれちょっとパッと見るとここ引っかかっちゃうんじゃないかって心配なんですけど。そうですよね、当然ロールスですからその辺も対策されてるみたいです。だと前回りのトピックというと、はい、この光るグリル、そうですね、なんか20個ぐらい LED がついてるっていうことで、そうなんですよね。ライト連動なんですかね。これライト連動なの、キーオン連動、今ついてます。これちょっとついていません。あ、ついたついたついた。あ、スモール連動なのかな。そうですね、スモールか、今ローにしましたね。ちょっと昼間なんでお分かりいただけないかもしれないですけど、このグリルが上から真っ白白に光るという。そうですね、もう間接照明みたいな。まあ、BM 系列結構やってますけど、ちょっと最近そうですね、X6 とか前にアリーナで撮ってたやつ、ね、ちょっとこのグリルが光るとマーソリーも光らしてましたけど、威圧感がやばい。そうですよね、これ後ろ疲れたらもう道を譲るしかないという、ね、見慣れないヘッドライトで真ん中のなんか格子みたいなのが光って接近してきますから。何事かと思う、ね、これは怖いですね。この辺もかなり新しさを感じる部分じゃないかなっていう。でまあ、バンパーの形状なんかも結構ガラッと変わってて、そうですね、この辺も変わって変わったんですけど、その、まあ、先代のゴーストとかの雰囲気は残してるんで、やっぱこういうところはいいですよね。本当に進化してるっていう、そんな感じですね、はい。そして今回カスタマイズ、まあ、もうこの手の車ですから、そんないろいろなんかつけたりとかっていうのはまず最初はせず、ね、はい、もう今回は車高とホイールだけ、はい、履いてるタイヤホイールがやってまいりました。マンソリー、はい、マンソリーのV6 ストライキングですかね。6分の1、通称我々でいうところの V6、 V6 ですね、の22インチで、まあ、あのついてますけど、とりあえず普通にはつきません。これこれか、なんか足回りがこの方のゴーストになってガラッと結構こう、そうですね、変わったという。今までの BM からガラッと変わって、新世代の BM の、 その、まあ、いわゆる PCD だったりとか。そうですね、 PCD が変わって、はい、だからあの結構僕らの中ではあの BM の今の7シリーズから変わってちょっとセンセーショナルな、あのちょっと分かる方あれかもしれないですけど、え PCD が112になってるっていうところが、まあ、メルセデスとかワーゲン、アウディ、その辺なんかと一緒になってます。じゃあベンツでいけんじゃんって思うかもしれないですけど、またあの、まあ、ボルトが若干違うから、ボルトは BMW のままという、 そうです、はい、その組み合わせが今までなかったんで、つけられないという通常は。そう、 1.25 の、ね、ピッチでとかなるんですけど、 M14 で、 そうですね、テーパーで、はい、まあ、でも逆に言うと、あの前もうちでもやってたんですけど、 S クラスのホイールをちょっとスペーサー入れたら7シリーズにつくとか。あ、なるほど、まあ、結構そういうまた互換性は出てくるんで、うんうんうん、なんかなかなか面白いカスタムが、もう邪道って言われるかもしれないですけど、ブラバスの S のホイール、モノブロック Y を BM7 シリーズにつけることもできなくはないです。あ、はい、だそういうのは外しでちょっと面白いかなと思いますね、うんうんうん、そのぐらいまあガラッと変わってる足元、はい、なんでかなり苦労して装着されてるみたいです。でもうデザインは定番の V6 ですから、そうですね、はい、安定のっていう感じの
まあ、やっぱり新型にもバッチリ似合っちゃう。似合いますね。で純正が21なんで、そうですね、まあ、21なんで1インチアップ22、ちょっとスタイリッシュな感じ。そうですね、まあなんかこの大きさ考えるとなんか23も入りそうです。全然普通のイメージで22に見えなくなっちゃう。そうなんですよね。もうなんか純正オプションって言われてもまあまあこんな感じかな。いい意味で普通。はい、まあ、なんかこう無理して履いてる感がない。はないですね。オプションでありそうみたいな。そう、もうデザインもなんかちょっとそう似てるんですよね。純正オプションの21インチとこの、V6 が意外と形似てて、結構見てる方向というかゴールが一緒なのかなと、うん、そうですね。なんかその辺からいくと最終的には、ね、結構今の現行のフライングスパーとかなんかパッと見ノーマルなのマンスリー組んでるのかなって思うぐらい、こうちょっとバンパーの形状とか思ったんで、やっぱりまあそういうラグジュアリー方向に似てくるんかなっていうのも思います。そしてセンターキャップなんかはもう当然の、はい、まあ、これ何回も紹介してますけどフローティングタイプの、フローティングの、はい、ずっとマンスリーマンスリーマンスリーってなるやつです。こんな足元になってます。そして車高も今回ローダウンしてるということで、はい、オフィス K さんのロアリングキットで新型ローダウンできちゃうんだね。もうですね、もうでもなんか一応作業したメカと話してる感じは、まあ、特になんか気をつけることもなくて、今まで通り。なるほど、はい、なんか新型 S みたいにもう外すときに折れたり折れやすいですよとかそういうこともなく、割とその辺は先代からこう流れをそのまま。そうですね、普通に調整方法も長くする短くするっていうところは変わってない。なるほど。じゃあメカニックにはちょっと優しい。優しいですね。そこの部分だけはちょっと優しくなってそうですね、はい、この車で優しくないって言ったら、まあ、後で見るんですけど内装がすごいんで。内装これすごいんですよね。乗りたくない。ちょっとそのまま行っちゃいましょうか。内装行っちゃいますか。じゃあでこれ内装がなんでこんなすごいかっていうと、はい、見てください、これまず真っ白白、はい、もう僕も届いた時にちょっと乗りたくないなすみません、ちょっとお風呂入ってきていいですか。いや、そうピットにこのまま座って入れていいのかなっていうのは着替えてきますね。そうすごい、もう真っ白も真っ白で、はい、なんかちょっとクリーム色とかでもなく本当に真っ白。本当に真っ白、もう本当にコピー用紙のような、はい、もうそれぐらい白いですね。で、組み合わせがもうめちゃめちゃおしゃれなわけですよ、うん、まずパネルがこのオープンフィニッシュの、はい、もうゼブラウッドなのこれですね。僕みたいな知識のない人間には分かりません。も僕もロールスのオプションリストって見てもこうなんかおしゃれな書き方してて何が何か分からんのんすよねこうクロームとピアノブラックと、はい、このオープンフィニッシュのウッドと真っ白白のレザーと、おしゃれすぎる。でこれレザーすごいよね。すごい全部だもんね。そう、ダッシュボードとかも真っ白。本当にだってパネルにすらなってないんだよこれ。そうですよね。もうここの横のとことか全部縫い合わせてるというね。これはで結構メーターだったりとかハンドルだったりとかその辺の全体的なデザインは先代をちょっと踏襲してるから。そうですね。そんなにこう乗った時の違和感というか、あ、まあまあロールスだなって感じはするんですけど、うん、安定のっていう、はい、ただ細かく見ていくとメーターがデジタルになったりとか。そうですね。とか助手席の前のパネルにゴーストって、うん、ライティングが出たりとか。それがファントムからの、ファントムからですね、はい、流れがそのまま受け継がれてるみたいです。そして後ろの席なんかももう、はい、めちゃめちゃ豪華。ちょっと先ほどちょっと確認させてもらっちゃいましたけど、テレビとピクニックテーブルがすごくないこれ。ちょっと失礼しますね。こっち、うわー、これテーブルも、あ、ほんまっすね。テーブルもウッド、すごテーブルグロスブラックとかじゃないんだねですね。いや、物置けない。怖くて物が置けません。めちゃめちゃ豪華です。そしてなんかワインクーラー、ワインクーラーがよいしょ。うわすげえこれ。すごっ。ていうかなんか後ろの蓋もなんか変な動きしましたね今。わおおおおって言ってるそこを引くと、はい、この奥がなんていうのかな、奥がワインクーラー。わあ、シャンパングラスもちゃんとついてる。あ、本当だ。シャンパンクーラーなのかな。あ、そうですね、シャンパンクーラーですね。すごいすごい。もう僕だったら絶対こぼしますねシャンパンすごい。シャンパンクーラーってマイバッハのファーストクラスパッケージ、あの辺でちょこちょこ見ましたけど、
でまたすごいのがこの一見真っ白白に見える内装がよく見ると紫ステッチという、もうねエッチですねもうやらしい、やらしい、もうねこのオーナーさんにぴったりです、本当にすごいダンディーな方なんですけどめっちゃお茶目で、もうねあのボンドチャンネル見てるんですけど何を見てるかって、車より僕の体型見てるらしくてあのこうまあなんかこうちょっと大きくなってきたらさらに大きくしようって、あのケンタッキーのパーティーバーレルとかをすごい送ってくるんですよ、ね、差し入れがケンタッキーっていう、そうであのしかも出来たてを食べれるようにってあの LINE ギフトで送ってきてくれて、でパーティーバーレルいっぱい来て、でなんかあのさらに肉体改造ですって、今回はなんかモスバーガーのあのいくら入ってるのかわからないギフトカードが大量に届いてこうさざ波のようにそう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 これこのまま行くとやべえなってあのちなみにうちの社長デブ嫌いですもんね、もう両立させないとめちゃめちゃ食べて、ま、めちゃめちゃ消費させないと、そうですよね、はい、じゃないとやっぱりもうカスタムと他の体型をすごい期待して、カロリーもこう、そうです、カロリーもカスタムも超ド級で、はいはい、そうなんですよ、もうあの僕はいつお腹が減るんでしょうかそして今回このめちゃめちゃスペシャルでもなんかオプションの金額もなんかちょっと桁外れっていうことで、はい、1330万、本当に車買えるじゃん、買えます、しかも相当いい車買えるじゃん、そうで、まあ言ったらあのロールスロイスの広報車っていうんですかね、デモカー言ったらロールスロイスジャパンがじゃあゴースト出ましたって時の車らしいんで、もう宣伝に使うというか、そうですね、プロモーションに使う車、はい、だからなんかね、結構モータージャーナリストとかがこの車でちょっとインプレッションしてたりとか、でも、まあ、そんなモータージャーナリストの方もまさか今その車が車庫さんでホイール変わってるとは思わないと思うんですけど、本当に入庫して改装されるとは本当に夢にも思わないと、そうそうそう、あのおしゃれなゴーストが見たらこうローダウンしてホイールはなるほど、そう、でそんな経緯もあってもとにかく全部ついてるわけ、もう全部ついてます、はい、すごい、だからもう早いのもそうだし、そうですね、でもこのタイミングでっていうのもあれです、やっぱりまあね、1号車なんで、じゃあ僕も来てからいろいろって準備はしてたんですけど、あれがダメだ、これがダメだ、これもつかねえっていうのばっかりだったんで、じゃあ結構私的にも勉強させていただいたというか、そうですね、もうでもありがたい限り、お客さんも次じゃあホイールじゃあ何しようって言ってるんで、え、仮履きなの、仮履き、仮履きこれもあのホイール持ってたんで履かしとこうっていう感じで一応本命はね、アメタン行こうかなって、ちょっとノーマルじゃとりあえず乗れないから、そう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 、とりあえずちょっと仮で履いとこうかっていう、はい、そうです、もうあの多分このまま収めたらもう、え、岡君俺にノーマルで乗れっていうのって絶対言われるんで、はい、すごすぎます、はい、だからちょっとね、あの一応今回オフセットデータとかも取ったんで、だから次はもしかしたらもうちょっと車高としてパッツンパッツンのはめたんで、もっと攻めた感じでいけるんじゃないかなっていう、はい、とは思います。で、あとはどうしましょう、後ろもちょっと見てください、後ろちょっと見ましょうか、はい、後ろがライトがね変わってるんですよね、はい、はい、であと後ろもタイホイール、ね、同じ V6 入ってて、はい、うん、であとはこの辺テールランプだいぶ変わったね、これ、いや僕ちょっとその僕テールは正直最初あんま好きじゃなかったです、前はいいなと思ったんですけど、テールちょっとこれんって思ったんですけど、いざ見てみるとなんかこのプレスラインとかにすっごいやっててかっこいいね、これ本当に実写見た方がいいね、そうですね、もうちょっとこの流線形というかボディにこう一体感が、そうなんですよ、前ちょっとこう別パーツっていう感じだったんですけど、そうですね、もうボディ一体になった感じの、いやもうここからこの角っこからこうプレスライン伸びていって、その下にコーチライン入ってっていうのが、でバンパー周りなんかはやっぱり前と一緒でこう、そうですね、くっきり の、はあ、このプレスラインが入って、ここにもそう縦にもねプレスライン入ってるんだよ ね、 よね、縦にもシュッて入って、でクロームビジブルエキゾーストでしたっけ、マフラー、そういう名前なの、そんな名前だったんですなんか毎回ビジブルって入ってるんですよね、なるほど、はい、そんな感じになってる、そう、後ろもこうやって変わって、だこれだけ変わるとちょっとこのマンソリーまだフルエアロー出てない感じ、そうですね、だからちょっとこの結構それが楽しみ、どうなるのかなっていう、そう、今のマンソリーの流れだと多分こう結構横にフィンがちょっと立ったりとかするんかなと思うんですけど、まあでもやっぱマンソリーなんで、まだ値段もあのイメージ画像もないのにもう頼んでる人いるらしい、あ、そうなんだ、はい、もうマンソリー出るんだったら取っといてみたいな人も
いるらしくて、世界的にってこと？そうですね。そうなんだ。だからやっぱりこの気合いの入れた新型ゴーストでも満足できないという方がですね、世界に一定数いらっしゃるってことで、やっぱりでそういう人がじゃあ来ましたイジローってなったらやっぱりマンスリーってなる。なるほど。はもう土今日マンスリーで、はい、来てきましたちゃんと。こういうマンスリー自腹で買ったパーカーを、はい、これもう売り物なんで、はい、ぜひ。あそう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 、これ買えますんで、はい、買えますんで、はい、ぜひお気軽に大阪までお問い合わせください、はい、反対側からですけども、はい、光物もすごいってこと で、ね、じゃあちょっと開けますね。さっきちょっと言ってた、はい、光らないやっぱ運転手あんなに光るんですよっていやそのまま回しっぱなしでいいよ。光らない、そんなに光るんですよ、ファントムと一緒なんですよって言ってたのに光らない。あそんな感じ。ああ、それ光るだけじゃなくてあれなんだね、やっぱりこうなんていう の星空みたいに出るんだね。そうですね、モワーンって、はあ、光ってきて、でこれはモテますね。ね、でこの屋根のところが、屋根がやってまいりました、はい、スターライトヘッドライナーなんですけど、さらにもっとすごいやつ、シューティングスターヘッドライナー、定期的にこう流れ星が流れるやつ。そうですね、流れますかね。願い事を言わないといけない。何今度ヤンバルクイナじゃなくて何ヤンバルクイナ今度もマックカードが届きますように。本当にマックカードきついなノルマ達成マックカードきついでもモスバーガーマックカードであれじゃないの、こう、うん、トランプみたいにこう、トランプ神経衰弱できる。いやモスバーガーマジでトランプ、あ、後で渡します、ねうん、あ、でもなんかあんまり流れないね、控えめな、ね、控えめな感じ、控えめなんか、あ、流れた、流れた大の大人3人がさ流れた流れた天井が流れた流れた子供じゃないですか完全になんか光ファイバーのケーブルをこうパンチングの穴から出して全部やるんだよね。そう、ファイバー1本でも間違えると流れないわけでしょ。そういうことですね。こうなっちゃったりするわけでしょ。ねえ、だからまあ作るのはめっちゃ大変だよねこれ。ねえ、お流れた、あれ取れた、お流れたちょっと、あ、こっちで明るさ、でもなんかあれだな、もっと明るいかと思った。お流れた。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回ちょっとこの車なんかこうカスタマイズのなんかテーマ的なものがあるって聞いたんですけど、はい、そうです。もうこのお客さんとロールスいじろうってなるときはまあ、イギリスのグッドウッドに負けるな東成製ロールスロイスっていうのがテーマなんで何回聞いても笑っちゃうんだけどちょっと恥ずかしい、はい、恥ずかしい。東成っていうのが この辺、はい、大阪のこの本土大阪のこの周辺の、はい、要はボンド大阪スタイルで、そうです、はい、もうそれを東成製って言っちゃったりが、なるほど、もうちょっとイギリスで作ってこう、はい、その東成でこうちょっといじってこうブラッシュアップされて、はい、そうです、乗るという、はい、大阪じゃなくて東成っていうあたりがちょっとねすごいコアな部分ではあるんですけど、でもね、やっぱりそうやっていろいろ信頼してお話いただけてるのは本当にありがたい限りで、はい、本来だったらだって車3600ぐらい、それいや、多分もっとする5000弱ぐらい、ベースがあ、ベースはそれぐらいですね、3600ぐらいで、はい、まあ、ノイジャスもっとすると思うんですけど、そうですね、オプションとしては5000万円超えてる車をぐらい超えますね、はい、面白おかしく紹介するよとかっていうのはそうですね、なんか本当にありえない、すごいもうロールスの大ファンの方からすると、いや本当お前ら怒られそうですよ、本当にロールスはノーマルが完成されてるんだぞって言われると思うんですけど、やっぱりそこはね、個性でもう、じゃあ人と一緒が嫌だってホイール好きなの変えようとか車庫を下げようとか、そうですね、はい、別に女性否定してるわけじゃないんで、そうですね、もし女性で満足いただけない方がいらっしゃるんであれば、そうです、まあ、世界中にいろんなパーツありますので、はい、まあ、いろんなものがご提案できると。そうですね、もう純正が良すぎるんで逆に僕らの仕事がなくなってきてるぐらいではあるんです、うんうん、確かに本当にタイヤホイールローダウンぐらいでも決まっちゃう、そうですね、決まりすぎちゃうぐらいなんで、そうなんですよ。でもやっぱりね、そんな中でもいろいろもうゴーストもちょっとその、まあ、ホイール変えるのもあるんですけど、ちょっと次のプランももう あるの、はい、どうしようどうしようってちょうど僕もどうしようかなって思ってる感じなんで、タイホイール以外のプランもあるみたいで、はい、で、ぜひ今回しっかりこの新型ゴーストデータ取れましたんで、はい、まあ、カスタマイズもお任せいただけると、納車待ちなんですけどっていう人またご連絡いただけ、で結構こう輸入パーツなんかと時間かかったりしますから、そうですね、はい、もう早めにって言ってもらったら、はい、なんか半年後に納車ですってなったら、まあ、それに合わせて準備しておくとかもできる。なるほど、はい、じゃあお気軽に何でもお問い合わせください、ぜひぜひ、はい、という感じで、お問い合わせください。というわけで今回は新型ゴースト早速、はい、最速カスタマイズですかね、はい、はい、
したものをご紹介させていただきました、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。